濃度解放令の布告を聞く農民たちロシア農民の不満と不信は直ちに相乗となった。内務省の資料によれば、1861年3月、すでに7件で発生していたが、4月には28件、5月に32件と拡大し、軍隊が鎮圧した。濃度解放令とは、1861年3月に、ロシア皇帝のアレクサンドル2世が発した法律及び、 条例である。法律は、濃度性廃止の基本的条件を定めた。条例は全国を4つに区分した上で、各地域の実情を考え、土地分与、義務、義務償却等の条件を確定した。4地域で一番広いのは大ロシアを中心とする、ものであった。残り3地域は小ロシア、白、ロシア、そして南西部であった。 小ロシアでは特に領主の利益が尊重された。ポーランド貴族が領主であった南西部では1847から8年導入の土地代帳を基準として分譲された。白ロシアは解放時の工作地がそのまま分譲された。解放令は領主に分譲地の代金を与えたが1863年6月と1866年11月にご領地と 国有地についても採下された。濃度解放の制度的措置は、東欧の1848年革命にあり、ハンガリーの例が研究されている。濃度解放例が実現するにあたって、ロシア国内でスラブ派の果たした役割は大きい。1855年にコンスタンチン・アクサーコフは、諮問機関として、地方自治会を設置するよう皇帝に進言し、1858年には、 ユーリー・サマーリンが貴族委員会委員となり、濃度制改革の準備と実施に参与している。解放令発布後2年間を準備期間とする。1863年2月19日に全濃度が人格的に無償で解放される。しかし土地所有権は全く領主に留保された。牧費でない濃度は土地を有償で分譲してもらえる。対価は条例によった。権利書は 両主の選んだ役人の調停により作成される。農民側が調停に参加するときは、個々人ではなくて、共同体が交渉の単位となったし、対価を支払う責任も負担するものとされた。この対価は巨額であるので、政府が75から80%を農民に貸し付ける形で両主に、少書で代納できることになっていた。この貸付金は年譜であったが、 年利6%をつけて49年間かけて返さなくてはならなかった。1912年に関西を目指して、ロシア政府は共同体を再編成し、統治機構に組み込んだが、実際の行政は領主に委ねられた。分譲可能面積は条例で細かく決められていた。肥沃かどうかで4地域がさらに区分され、1人当たりの分譲率を定めていた。領は、 農民との合意のもとに無償で贈与するという条件で大幅に可能面積を削減する権利を与えられていた。可能面積は最大でも所領適地の2、3であってこの制限が分譲率と競合した場合に優先された。具体的な分譲地の配置は領主が自由に決めることができた。総じて農民に分譲された面積の平均は 解放前の工作面積より小さかった。人口調査登録の1000万人余りの95.2%が、6デシアチナ以下であり、2から4デシアチナしか保有しない農民だけで54.2%を占めた。物能は認められず、基本的に対価は、貨幣で支払うこととされた。まず土地代は、条例の貨幣時代に106をかけた値とされた。 家幣時代が6ルーブルなら土地代は100ルーブルとなった。大ロシアの場合は土地代だけでなくて解放前に領主が農民の人格に課していた酵素も家幣に換算の上対価に組み入れられた。被告土地帯の領主は土地の等級分けを利用したいかを稼いだ。特定の分譲化農地には大枠の対価が決まっており、それを最初に分譲する一弟子や地名に50%も、 次の位置でしやチなには25%も割り当て、残りの分譲地全部に対価の25%を配分するようなことをしたのである。こうして分譲面積が狭い場合でも漁師は高収入を上げた。解放後、ロシア中央部から辺境へ大規模な移住が起こった。1860年代、新ロシアへ移住した者は約20万人に達し、 これが1871から1916年の間に120万2000人ともなった。人口増が顕著であったのはタブリダ、ヘルソン、ドニプロであった。タブリダ県北部へドイツ人が入植するにあたっては、ロシア政府によって一定面積の土地が割り当てられた。例えば、ベルジャンスク軍に移住した面ノお派入植者は、農耕あたり65デシやチナの土地を受け取った。 主として、メリトポリ軍へ入植した他のドイツ人も、農家あたり60でシアチナを受け取った。ドイツ人移住者の15の20%は土地を持たず、農業以外の仕事をしていた。ヘルソン県でも、特に南部に、多数のドイツ人が入植した。オデッサ軍のドイツ人入植者は、全部で129,353でシアチナの土地を、政府から受け取った。それに加えて、 彼らは、貴族の大土地所有者から76,650人、弟子やチナの土地を購入した。このように、ドイツ人入植者は、ロシア政府から、特別の保護を与えられた。ブルガリア人、ユダヤ人入植者も、ドイツ人とほぼ同様の保護を与えられた。ブルガリア人の場合、1861から63年に、ダブリダ県北部へ入植したもので、 再退している者に対して、おのおの五十弟子や地名の土地が国から与えられた。マリウポリでも外人に多くの土地が分与された。ドイツ人入植者は1860年代初頭まで牧羊に従事していた。その後は工作するようになった。1870年代になると彼らはダブリダ県北部を中心に独自の穀物栽培方法を形成した。 こうして2から3人という労働力で、従来の20から30弟子やチナから40から60弟子やチナも工作できるようになった。鉄道、港湾が整備され、穀物は食べる分が残るかどうかに関係なく、輸出される構造ができていた。生産力は、イヤオーなしに向上し、ドイツ人入植者に富をもたらした。 ナカンズク1880年代は入植者による土地購入が盛んであった。ロシア人農民はドイツ人の成功例を見てから土地を購入するようになった。新ロシアへ投資をしていたのはドイツだけではなかった。フランス工業資本との緊張はロフツ同盟につながった。 クリミア戦争敗北後の急激な近代化が1858から59年の銀行危機とモーゲージ化し出し停止をもたらした。ここで濃度解放令が不可避となった。また、講和を仲介したプロイセン王国という再建者がロシア内政に影響力を持っていた。プロイセンは1840年代にエレクトラル、ウールを世界中へ輸出し外科を蓄えてから工業化した。 ロシアに対しては農具を輸出し穀物を輸入するというリカード的な国際分業を達成した。1857年以降は資本輸出も盛んに行った。これを受けて1860年、ロシアは国立銀行を設置した。そして償還を計画した。冠水には農業を合理化する必要があった。そこで二つの政策が実行された。まず、 ドイツ農民を受け入れる。そして、綿花のアップランド紙を輸入する。濃度解放令は、ドイツ農民の受け入れを中間目標として実施された。法案の策定過程において、ロシア貴族は解放路線に反対した。しかし濃度解放令は制定された。国際召喚のためには仕方ないことであった。ロシアの土地は処分されてゆき。 その代金や農民の所得がズベルバンクの元になる貯蓄となった。小ロシアではドイツ人、ポーランド人、そしてフランス資本が複雑な国際経済関係を醸成した。合理化に対する態度は貴族の間でまちまちとなっていった。1883年にアップランドが中央アジアへ移植され、4年後に独路再保障条約が結ばれた。 ロシアの資本主義は19世紀末から発展した。1デシア地内コール1.092ヘクタール。ドイツ入植者の牧羊は、ドイツ本国のウール生産口が低下する時期に行われていた。ポーランド貴族については、ラジビウ家、スブヤドポールクミルスキー家、ヨルクホンバルテンブルク家を参照。ありがとうございます。